今回は梅酵素シロップの1ヶ月後の様子と保存方法、成功させるためのポイントをご紹介したいと思います。以前投稿した梅酵素ジュースの動画が嬉しいことに大変好評をいただいております。梅酵素シロップを仕込んで1ヶ月経過したので、発酵の経過や保存方法をご説明するのと同時に、皆様からいただいた梅酵素ジュースについてのご質問なども含めて解説していきます。おすすめの保存容器もご紹介していますよ。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは、我が家で使ってみて良かった商品や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まず、梅酵素シロップを成功させるために、知っておくと役立つ梅シロップが発酵する仕組みについて簡単にご説明していきます。梅の表面には酵母菌というものが付着しています。酵母菌はパンを発酵させたり、お味噌やお醤油を作る際の発酵工程にも作用しています。我々が知らぬ間に日々口にしている菌なんですよ。酵母菌は砂糖を餌に増殖することでシロップがシュワシュワしてきます。このシュワシュワが発酵で菌が活発に活動しているということです。酵母菌を増やし活動を活発にするためには、水分、栄養、酸素が必要になります。水分とは梅から出るエキスのことで、栄養とは砂糖のことです。そこで、てんさい糖や黒糖ではなく、氷砂糖で作っても発酵しますか?というご質問をいただきました。健康面から言うと、氷砂糖はあまりおすすめできませんが、氷砂糖でも発酵はします。氷砂糖は製造過程でミネラルがなくなっているので、血糖値が急上昇する原因になります。血糖値の乱高下は様々な病気を引き起こす原因となりますので、なるべく氷砂糖は避けた方が良いです。酵母菌が活発に活動するための酸素を送り込むために、時々瓶の蓋を開けたりシロップを混ぜたりします。そこで、蓋を閉めたまま保存していて大丈夫ですか?といった質問をいただきますが、閉めていて大丈夫です。よく見かける酵素シロップのレシピは、蓋を開けたままにすることが多いです。蓋を開けておくと、お住まいの環境によってはアリなどの虫が集まってくる可能性があります。蓋を閉めておかなくても、1日に1回蓋を開けて新しい空気を入れてあげれば、酵母菌は活発になり発酵が進みます。できれば酸素を送り込むために、毎日混ぜてあげるのが良いのかもしれませんが、毎回道具を消毒して混ぜるという作業が面倒くさいと思ってしまうことがあります。そんなズボラな私が取った策が、瓶を振る。これは砂糖を溶かすためにやっていたのですが、空気を循環させる効果もあります。混ぜ終わったら蓋を開けて空気を取り込み、ついでにガス抜きもできるという効率化。毎日スプーンなどを使って混ぜなくても、時々瓶を揺すって新しい空気を入れてあげることで、道具を使って混ぜるのと同じ効果が期待できました。そこに溜まってしまった砂糖は瓶を振ってもなかなか溶けないので、その時は消毒したスプーンなどを使って混ぜ、砂糖を溶かしてあげる必要があります。混ぜ方についてのご質問で、手で混ぜなくていいの?ということも聞かれました。酵素ジュースのよくあるレシピは、素手で混ぜるって書いてありますよね。
それは手についている常在菌を利用して発酵を促すためです。素手で混ぜることに抵抗はないですが、毎回混ぜる前に手を洗って、混ぜた後も洗う。単純に面倒くさいって思ってしまいました。素手で混ぜる手間をかけなくても発酵するなら、そっちの方が楽だという結論に至っています。なので全然発酵しなくてお困りの方は、手で混ぜる方法を試してみてもいいかもしれません。次に発酵を促すためにやったことは、暖かい場所に置いておくこと。そこで、日光に当てても腐らないんですか？というご質問がありましたが、答えは腐りません。酵母菌が活発に活動できる温度は28度から36度。温度が高すぎても菌が死んでしまいますが、低すぎてもダメということです。今の時期は気温が高くなってきてるので、窓際に置いておくだけでもかなり発酵が進みます。これから外の気温がどんどん上がりますから、あまり暑い日は外ではなく室内で十分です。日光に当てると発酵が進み、ガスが溜まりやすいので、蓋をこまめに開けてガスを抜いてあげましょう。シロップがシュワシュワと発酵しないから失敗かもと心配されている方もいらっしゃると思います。だいたい1週間から3週間の間には発酵すると思いますが、必ずシュワシュワするとは限りません。スーパーで売られている傷一つない綺麗な梅は、農薬が使われている可能性が高いです。農薬を使っていると梅の表面の酵母が少ないので発酵しづらいということがあります。あとは気温が低ければ泡は出にくいです。我が家でも黒糖で作ったシロップはあまりシュワシュワしませんでした。一時期シュワシュワしたものの、すぐに収まって、それからは特に何も起こらなかったので、それはそれで美味しく飲んでいます。シュワシュワしなくても梅の酵素は含まれています。自分で作った酵素ジュースは格別です。味わっていただきましょう。そして一番多かった質問は保存方法についてですね。我が家では常温でこんな感じにキッチンボードに並べて置いています。締め切ったパントリーや戸棚ではなく、空気が循環する場所に置いておく方がいいと思います。飲み頃は砂糖がすべて溶けて発酵した頃です。我が家は1週間から10日くらいでした。1ヶ月経つ頃には梅のエキスはできているので、梅は入れたままでも取ってもどちらでも大丈夫。我が家は大きい瓶を置いておく場所があまりないので、梅は取り出して小さい瓶に移して保存します。シロップを仕込んでから1ヶ月経過したので、詰め替えについても合わせてご紹介します。現在の梅酵素シロップの様子はこんな感じです。黒糖は三膜酵母が出ています。膜のようなものが浮いているのが見えますでしょうか。これは酵母菌の一種で、食べても害はありませんが、味を損ねる可能性があるので取り除きます。対処法は後ほどご説明します。詰め替える瓶は何でも良いですが、我が家では空き瓶を取っておいてそれを使っています。このようにボトル状の瓶はとても使いやすいです。こういう瓶はシロップを取り出すときにスプーンを消毒してから使わないといけないので、その作業がいらないボトル瓶は使い勝手が良いですよ。お醤油やソースの瓶は匂いがついてしまっているので、お酢やメープルシロップなどの空き瓶がいいかもしれません。空き瓶がないという方もいらっしゃると思いますので、
概要欄にいくつか保存瓶のリンクを貼っておきます。気になる方はぜひ見てみてくださいね。空き瓶は中を洗い、よく乾燥させてから消毒をしていきます。瓶に少量のアルコールを入れ、蓋を閉めて振ります。全体にアルコールが行き渡れば OK です。こうすれば蓋までしっかり消毒できますよ。余ったら次の瓶に入れてしまって大丈夫です。足りない場合はアルコールを足します。最後に余ったアルコールは捨ててしまいます。終わったら中のアルコールが乾燥するのを待ちます。乾いたら梅シロップを入れていきます。使う道具はすべて消毒します。使うものはボウル、ザル、お玉、ゴムベラ、上5くらいですね。ゴムベラを使って瓶に残った梅シロップも余すことなく出し切ります。梅の実は別の保存容器に移して保存します。もちろん梅の実も食べることができますよ。そのまま食べても美味しいですが、ジャムにしたり梅味噌にしたりリメイクするとさらに美味しくなります。後日シロップをつけた後の梅で作るリメイクレシピの動画をアップする予定ですので、お楽しみに。あとは瓶に移し替えるだけ。三膜酵母が出ている黒糖シロップは一度クッキングシートかコーヒーフィルターでこします。一度こすことで膜は取り除けます。すべて詰め替え終わりました。梅の実を取ってもシロップ自体の発酵は続きます。瓶の中のガスが溜まると圧で蓋が勝手に開いたりします。梅を取った後も常温で保存する場合は時々ガス抜きはしてあげましょう。ではガスが溜まった瓶の様子をどうぞ。勝手に蓋が開いていた方はもうガスが抜けているので音はしません。シュワシュワしているのが見えますでしょうか。元気に発酵中です。冷蔵庫に入れると酵母が休眠状態になるので腐ることなく長い間保存が可能になります。我が家はある程度発酵したら冷蔵庫に入れてしまいます。これは昨年作った梅酵素ジュース。
冷蔵庫で保存しておいたので現在でも問題なく飲めます。ボトルで保存すると道具を消毒することなく飲みたい時に注ぐだけだからすごく便利。ボトル瓶は冷蔵庫にも収納しやすいので邪魔になることなく長期間保存できますよ。今回は1ヶ月経過したシロップの様子と保存方法、視聴者さんからいただいたご質問を交えながらお答えさせていただきました。梅酵素シロップは一度仕込んでおけば長く楽しめる貴重な発酵食品です。ジュースにするだけでなくお料理の隠し味として使ったり常備しておくと何かと便利ですよ。今回の動画が皆様の梅酵素シロップ作りのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴していただきありがとうございました。